ですね、こう新監督になってこう10連覇とか期待がかかる中で、結構なんか私が監督のこう目線に立つとなかなか苦しい1年だったんじゃないかなと思うんですけど監督目線、はい、それでもこうシーズンの最初からなんていうんですかね、いろんなフォーメーションを試してみたりとか、この守備攻撃時守備時のこうポジションのチェンジとか、結構こういろんなのを試されてて、その、うん、なんかそのチャレンジングな姿勢とかはすごく心惹かれましたし、あとはこう選手っていうとやっぱりモラッタ選手は20ゴール12アシストで、ね、なんかこう今年のこのセリアの状況の中でこう2桁さらに20ゴールっていうところがすごいなと思いましたし、来シーズンも残ってくれるみたいな報道が多くされていたので、なんか個人的にはこうディバラ選手とのねツートップなんかも期待したいなと思うんですけど、あ、喋りすぎちゃったすいません、いやいやいや大丈夫です大丈夫です、いやもうアイドルとは思えないですよね、お詳しいですね、さすがですよね、すごいね、本当にお好きなのが伝わってきますよね、はい、そんな感じですそうですか、素晴らしい。矢部さんいかがですか。まず5歳から小6まで、サッカーは地元の少年サッカーチームでやっていました、はい、あ、そうなんですね、はい、本作は女性のサッカーが舞台となっているわけなんですけれども、いかがでしょうか。サッカー経験のある影山さんからご覧になって共感できる部分だったりありました？そうですね、特にこの映画版ファーストタッチの方は中学生編ということで、主人公はこう男子たちの中でプレーしていると思うんですけど、私も小学生時代は地元の少年サッカーチームは女の子一人で私しかいなくて、すごいね、はい、男子が20人近くいる中で一人でやっていたんですけれども、なのでその葛藤だったりとか、その私もそのだんだん大きくなってくる中で男の子たちもすごく体格が良くなっていって、その当たり負けしてしまうことが多くなっていったので、なんかそれに対してすごく悔しい気持ちがあったけど、でも悔しくてももうどうすることもできない問題だったので、なんかそういうところの葛藤っていうのはすごく共感できました。そうなんです、まさにのんちゃんやね。はい、私もポニーテールでした。ああそう沢誉さんもそうですもんね、はいいや、ちょっと同じ名前を並べられるのはちょっと恐縮ですいやでも今日もポニーテールでね、あ、はい、はい、ちょっと意識しましたそうだったんですね、はい、とっても素敵ですね、 ありがとうございます